谷崎潤一郎作、ささめ雪、朗読その第一回、上巻第一章。恋さん、頼むわ。鏡の中で、廊下から後ろへ入ってきた妙子を見ると、自分で襟を塗りかけていたハケを渡して、そちらは密に、目の前に映っている長襦袢姿の抜き絵門の顔を他人の顔のように見据えながら、ゆっこちゃん、下で何してる?と幸子は聞いた。えっちゃんのピアノ見たけてるらしい。なるほど、開花で練習曲の音がしているのは、ゆき子が先に身支度をしてしまったところで、悦子に捕まって、稽古を見てやっているのであろう。悦子は母が外出するときでも、ゆき子さえ家にいてくれればおとなしく留守番をする子であるのに、今日は母とゆき子と妙子と三人が揃って出かけるというので、少し機嫌が悪いのであるが、二時に始まる演奏会が済みさえしたら、ゆき子だけ一足先に夕飯までには帰ってきてあげるということで、どうやら納得はしているのであった。まあ恋さん、ゆっこちゃんの話また一つあるねんで。そう、姉の襟首から両肩へかけて、妙子は鮮やかなハケ目をつけておしろいを引いていた。決して猫背ではないのであるが、肉付きが良いので、うず高く盛り上がっている幸子の肩から背の、濡れた肌の表面へ秋晴れの明かりがさしている色艶は、三十を過ぎた人のようでもなく張り切って見える。井谷さんが持ってきやはった話やねんけどな。そう、サラリーマンやねん。 MB 化学工業会社の社員やって。何度ぐらいもろてるの?月給が170-180円、ボーナス入れて250円ぐらいになるね。 MB 化学工業言うたらフランス系の会社やねんな。そうやわ。よう知ってるな、小石さん。知ってるわ、そんなこと。一番年下の妙子は、二人の姉のどちらよりもそういうことには明るかった。そして案外世間を知らない姉たちを、そういう点ではいくらか甘く見てもいて、まるで自分が年かさのような口の聞き方をするのである。そんな会社の名、私は聞いたことあるへなんだ。本店はバリーにあって大資本の会社やねんてな。日本にかて神戸の海岸通りに大きなビルディングあるやないか。ほうやてそこに勤めてはるねんて。その人、フランス語できはるの?うん。大阪外語の普通語科出て、パリにもちょっとぐらいいてはったことあるねん。会社のほかに山学校のフランス語の教師してはって、その月給が100円ぐらいあって、両方で350円はあるのやて。財産は?財産言うては別にないねん。田舎に母親が一人あって、その人が住んではる昔の家屋敷と自分が住んではる六甲の家と土地とがあるだけ。六甲のは年譜で買うた小さな文化住宅やそうだ。まあ知れたもんやわ。そんでも家賃助かるよってに400円以上の暮らしできるわな。どうやろか、ゆこちゃんに。鶏類はお母さん一人だけ。それかて田舎に住んであって神戸は出てきやはらへんねん。本人は41歳で初婚やいやはるし。なんで41まで結婚しやはらへんなんだやろ。器量好みで遅れた言うてはるねん。それ怪しいな。よう調べてみんことには。先方はえらい乗り気やねん。キアンちゃんの写真持って行ったの?幸子の上にもう一人本家の姉の鶴子がいるので、
太子は幼い頃からの癖で、幸子のことを中あんちゃん、ゆき子のことをゆきあんちゃんと呼び習わしていたが、そのゆきあんちゃんが詰まってきあんちゃんと聞こえた。いつか井谷さんに預けといたのを勝手に先方へ持っていかはってん。なんや大層気に入ってはるらしいねんで。先方の写真ないのんか。開花のピアノがまだ聞こえている気配なので、ゆき子が上がってきそうもないと見た幸子は、その一番上の右の小引き出し開けてごらん、と紅棒を取って鏡の中の顔へ接吻しそうなおちょぼ口をした。あるやろそこに。あった。これキアンちゃんに見せたの。見せた。どない言えた。例によってどないも言わへん。ああこの人言うただけや。小石さんどう思う。これやったらまあ平凡や。いやいくらかええ男の方かしら。けどどう見てもサラリーマンタイプやな。そうかってそれに違いないねんもん。一つキアンちゃんにええことがあるで。フランス語教えてもらえるで。顔があらかた出来上がったところで、幸子は小槌や呉服店と記してある多頭の紐を解きかけていたが、ふと思いついて、そうやった。私ビータランやねん。ゴシさん、下へ行って注射器消毒するよう言うといてっか。かっけは阪神地方の風土病であるとも言うから、そんなせいかもしれないけれども、ここの家では主人夫婦をはじめ、今年小学校の1年生である悦子までが、毎年夏から秋へかけて、かっけにかかりかかりするので、ビタミン B の注射をするのが癖になってしまって、近頃では医者へ行くまでもなく、強力ベタキシンの注射薬を備えておいて、家族が互いに何でもないようなことにもすぐ注射し合って、そして少し体の調子が悪いとビタミン B 欠乏のせいにしたが、誰が言い出したのか、そのことをビータランと名付けていた。ピアノの音が止んだと見て、妙子は写真を引き出しに戻して階段の折り口まで出て行ったが、降りずにそこから開花を覗いて、ちょっと誰かと声高に呼んだ。ご両さん注射しやはるで。注射器消毒しといてや。第2章。伊谷というのは神戸のオリエンタルホテルの近くの幸子たちが行きつけの美容院の女主人なのであるが、縁談の世話をするのが好きと聞いていたので、幸子はかねてから由紀子のことを頼み込んで写真を渡しておいたところ、先日セットに行った時に、ちょっと奥さん、お茶に付き合ってくださいませんかと手の空いた隙に幸子を誘い出して、ホテルのロビーで初めてこの話をしたのである。実はこちらへご相談をしないで悪かったけれども、ぐずぐずしていて良い縁を逃してはと思ったので、お預かりしてあったお嬢様のお写真を何ともつかず先方へ見せたのが1ヶ月半ほども前のことになる。それきりしばらく音沙汰がなかったので、自分は忘れかけていたのであったが、先方ではその間にお宅さんのことを調べた模様で、大阪の御本家のこと、御分家のお宅さんのこと、それからご本人のことについては、女学校へも習字やお茶の先生のところへも行って尋ねたらしい。それでご家庭の事情は何もかも知っていて、いつかの新聞の事件なども、あの記事が誤りだということはわざわざ新聞社まで行って調べてきているくらいなので、よく了解していたけれども、なお自分からもそんなことがあるようなお嬢様かどうか、まあお会いになってごらんなさいと言って、納得がいくように説明はしておいた。先方は謙遜して、牧岡さんと私とでは身分違いでもあり、白球の身の上で
そういう結構なお嬢様に来ていただけるものとも思えないし、来ていただいても貧乏所帯で苦労をさせるのがお気の毒のようだけれども、万一縁があって結婚できるならこんなありがたいことはないから、話すだけは話してみてほしいと言っている。自分の見たところでは先方も祖父の代まではある北陸の小藩の家老職をしていたとかで、現に家屋敷の一部が郷里に残っているというのであるから、家柄の点ではそう不釣り合いでもないのではあるまいか。おたくさんは旧家で終わりになるし、大阪で牧岡といえば一時は聞こえていらしたに違いないけれども、こう申しては失礼であるが、いつまでもそういう昔のことを考えておいでになっては、結局お嬢様が縁遠くおなりになるばかりだから、大概なところでご辛抱なすったらいかがであろうか。現在では月給も少ないけれども、まだ41だから昇給の望みもないことはないし、それに日本の会社と違って割に時間の余裕があるので、夜学の受け持ち時間の方をもっと増やして400円以上の月収にすることは容易だと言っているから、新婚の所帯を持って女中を置いて暮らしていくにはまず差し支えあるまい。人物については自分の2番目の弟が中学時代の同窓で若い時からよく知っているので太鼓判を押すと言っている。そう言ってもおたくさんの手で一応お調べになるに越したことはないけれども、結婚が遅れた原因は全く器量好みのためで、他に理由はないというのがやはり本当らしく思える。それはパリにも行っていたのだし、四十を越してもいることだから、まるきり女を知らないはずはないだろうけれども、自分がこの間会ってみた感じではそれこそ気真面目なサラリーマンで、遊びの味などを知っていそうな様子は微塵もなかった。器量好みなどということは得てそういう形によくあるものだが、その人もパリを見てきた反動でか、奥さんは純日本式の美人に限る、洋服なんか似合わなくてもよい、しとやかでおとなしくて姿がよくて、和服の着こなしが上手で、顔立ちももちろんだけれども第一に手足のきれいな人が欲しいという注文なので、お宅のお嬢様ならうってつけだと思うのであるわ、というような話なのであった。長らく中風症で寝たきりの夫を扶養しつつ美容院を経営して、傍ら一人の弟を医学博士にまでさせ、今年の春には娘を目白に入学させたというだけあって、伊田には普通の婦人よりは何層倍か頭脳の回転が早く、万事に要領が良い代わりに商売柄どうかと思われるくらい女らしさに欠けていて、言葉を飾るような回りくどいことをせず、何でも心にあることをむき出しに言ってのけるのであるが、その言い方が悪毒なく必要に迫られて真実を語るに過ぎないので、割に相手に悪感を与えることがないのであった。幸子も最初、伊谷がいつものせき込むような早口でしゃべるのを聞いていると、随分この人はと思うところもあったけれども、だんだん聞いていくうちに男勝りの親分肌な気性から好意で言ってくれていることがよくわかるし、それに何よりも理路整然と打ち込む隙もなく話しかけてこられるので、ぐっとうつ伏せにとって抑えられてしまった感じがした。そしてでは早速本家の方とも相談をし、またこちらでもその人の身元を調べるだけは調べさせていただいてと、その時はそう言って別れたのであった。幸子のすぐ下の妹の幸子がいつの間にか婚期を逸してもう30歳にもなっていることについては深いわけがありそうに疑う人もあるのだけれども、実際はこれというほどの理由はない。
ただ一番大きな原因を言えば、本家の姉の鶴子にしても幸子にしても、また本人の雪子にしても、晩年の父の豪奢な生活、牧岡という古い家名、要するに五大家であった昔の格式にとらわれていて、その家名にふさわしい根家先を望む結果、初めのうちは古ほどあった縁談をどれも物足りないような気がして断り断りしたものだから、次第に世間が愛想を尽かして話を持ってゆく者もなくなり、その間に家運が一層衰えていくという状態になった。だから昔のことを考えるなという伊谷の言葉は本当にためを持った親切な忠告なので、牧岡の家が前世であったのはせいぜい大正の末期までのことで、今ではその頃のことを知っている一部の大阪人の記憶に残っているに過ぎない。いや、もっと正直のことを言えば、前世と見えた大正の末頃には、生活の上にも営業の上にも法住であった父のやり方がようやくたたってきて、すでに破綻が続出しかけていたのであった。それから間もなく父が死に、営業の整理縮小が行われ、ついで旧幕時代からの由緒を誇る船場の店舗が他人の手に渡るようになったが、幸子や雪子はその後も長く父の存世中のことを忘れかねて、今のビルディングに改築される前まではだいたい昔の面影をとどめていた土蔵造りのその店の前を通り過ぎ、薄暗いのれんの奥を懐かしげに覗いてみたりしたものであった。女の子ばかりで男の子を持たなかった父は、晩年に隠居して家督を養子達夫に譲り、次女幸子にも婿を迎えて分家させたが、三女雪子の不幸せはもうその時分そろそろ結婚期になりかけていたのに、とうとう父の手で良縁を探してもらえなかったこと、義兄達夫との間に感情の行き違いが生じたことなどにもあった。一体達夫は銀行家のせがれで、自分も養子に来るまでは大阪のある銀行に勤めていたのであり、養父の家業を受け継いでからも実際の仕事は養父や番頭がしていたようなものであった。そして養父の死後、義妹たちや親戚などの反対を押し切って、まだなんとか踏ん張れば維持できたかもしれなかった店ののれんを、牧岡家からは家来筋にあたる同業の男に譲り、自分はまた元の銀行員になった。それというのは派手好きな養父と違い、堅実一方で臆病でさえある自分の性質が、経営難と戦いつつ不慣れな家業を再興するのに不向きなことを考え、より安全な道を選んだ結果で、当人にすれば養子たる身の責任を重んじたからこその処置なのであるが、雪子は昔を凍るあまり、そういう義兄の行動を心の中で物足りなく思い、亡くなった父もきっと自分と同様に感じて、草葉の陰から義兄を非難しているであろうと思っていた。と、ちょうどその時分、父が死んで間もない頃、義兄が大層熱心に彼女に結婚を勧めた口があった。それは豊橋市の粗放家の志士で、その地方の銀行の重役をしている男で、義兄の勤める銀行がその銀行の親銀行になっている関係から、義兄はその男の人物や資産状態などをよく知っているというわけであった。そして豊橋の三草家ならば、格式から言っても申し分はないし、現在の牧岡家にとっては分に過ぎた相手であるし、本人も至って好人物であるからと、見合いをするまでに話を進行させたのであったが、雪子はその人に会ってみてどうにも行く気になれなかったのであった。というのは別に男ぶりがどうこうというのではないが、
いかにも田舎紳士という感じで、なるほど好人物らしくはあるけれども、知的なところが全くない顔つきをしていた。聞けば中学を出た時に病気をしたとかで、上の学校へは入らなかったというのであるが、おそらく学問の方の頭は良くないのであろうと思うと、女学校から英文専修科までも優秀な成績で卒業したユキコとしては、先々その人を尊敬することができそうもない懸念があった。それにいくら資産家の跡取りで生活の保障はあるにしても、豊橋というような地方の小都会で暮らすことは寂しさに耐えられない気がしたが、それには誰よりも幸子が同情して、そんなかわいそうなことがさせられるものかと言ったりした。義兄にしてみれば、義舞は学問はよくできたかもしれないけれども、少し陰順すぎるぐらい引っ込み思案の日本趣味の勝った女であるから、刺激の少ない田舎の町で安穏に暮らしていくのには適しているし、定めし本人にも依存はあるまいと決めてかかったのが暗に相違したのであったが、内気ではにかみ屋で人前では満足に口がきけないユキコにも、見かけによらないところがあって、必ずしも人中一方の婦人ではないことを義兄が知ったのはその時が最初であった。がユキコにしても、お腹の中ではっきり嫌に決まっていることなら、早くそう言えばよいものを、どうとも取れるような生返事ばかりしていて、いよいよとなってから、それも義兄や上の姉には言わないで幸子に打ち明けたのは、一つにはあまりにも熱心な義兄の手前、言い出しにくかったせいもあろうが、そういうふうに言葉数の足りないのが彼女の悪い癖なのであった。そのために義兄は内心嫌でないものと勘違いをし、先方も見合いをしてからは急に乗り気になって、ぜひにと懇望してくるというわけで、話はのっぴきならないところまで進んだのであったが、一旦嫌の意思表示をしてからのユキコは、そうなると義兄や上の姉が代わる代わる口をすくして頼むように勧めても、最後までうんということは言わないでしまった。今度は戦下の養父にも喜んでもらえると思ってかかった縁談であるだけに、義兄の失望は大きかったが、それより困ったのは先方に対し、中に立って斡旋してくれた銀行の上役の人に対し、今さら挨拶のしようがなくて冷や汗の出る思いをしたこと、それも最もに聞こえる理由があるならばだけれども、顔が知的でないなどとくだらぬ難癖をつけて、こんな二度とありそうにもないもったいない縁を嫌うというのは、ただユキコのわがままで邪推をすれば、恋に兄を苦しい立場に陥れてやろうという底意があるのではないかとさえ取れないでもなかった。それからこっち義兄はユキコの縁談にはこりごりした形で、他人が持ってきてくれる話には喜んで耳を傾けるけれども、自分が積極的に取り持つことや、先に立って良い悪いの意見を述べることはできれば避けたいというふうに見えた。第三章。ユキコを縁遠くしたもう一つの原因に、伊谷の話の中に出た新聞の事件というものがあった。それは今から五六年前、当時二十歳であった末の妹の妙子が、同じ船場の旧家である貴金属商の奥畑家のせがれと恋に落ちて家出をした事件があった。ユキコを差し置いて妙子が先に結婚することは尋常の方法では難しいと見て、若い二人が示し合わして非常手段に出たもので、動機は真面目であるらしかったが、どちらの家でもそんなことは許すべくもなかったので、じきに見つけ出して双方に連れ戻して、そのことはたわいもなく
解消したかのごとくであったが、運悪くそれが大阪のある小新聞に出てしまった。しかも妙子を間違えて雪子と、で年齢も雪子の年になっていた。当時牧岡家では雪子のために取り消しを申し込んだものか、ただしそうすれば反面において妙子がしたことを裏書きするのと同じ結果を招く恐れがあり、それも知恵のない話であるからいっそ黙殺してしまったものかと当主達夫が散々考えたのであったが、過ちを犯した者はどうあろうとも罪のない者にとばっちりを受けさせておくわけにはいかぬと思ったので、取り消しを申し込んだところ、新聞に載ったのはその取り消しではなく正誤の記事で、予想した通り改めて妙子の名が出た。達夫はその前に雪子の意見も聞いてみるべきであるとは心づいていたのだけれども、聞いたところでとりわけ自分に対しては口の重い雪子がどうせ明瞭な答えをしてくれそうもないことは分かっていたし、義妹たちに相談すれば利害の相反する雪子と妙子との間が紛糾することもあろうしと考え、妻の鶴子に話しただけで自分一人の責任でそういう手段に出たのであったが、正直のところを言えば妙子を犠牲にしても雪子の縁を進むことによって雪子によく思われたいという底意がいくらか働いていたのかもしれない。それというのは養子の達夫にはおとなしいようで、その実いつまでも打ち解けてくれない雪子というものが一番気心のわからない扱いにくい小姑なので、こんな機会に彼女の機嫌を取りたかったこともあろう。しかしその時も当てが外れて、雪子も妙子も彼に悪い感じを持った。雪子に言わせれば新聞に間違った記事が出たのは私の不運として諦めるより仕方がない、取り消しなどというものはいつも人目につかない隅の方に小さく乗るだけで何の効果もありはしない、私たちとしては取り消しにせよ何にせよ一回でも多く新聞に出ることが不愉快なのだから、そっと黙殺してしまうのが賢かったのだ。兄さんが私の名誉回復をしてくれるのはありがたいけれども、そうしたら恋さんはどうなるであろう。恋さんのしたことは悪いには違いないが、年端もいかない同士の無分別から起こったこととすれば、責められてよいのは監督不行き届きな両方の過程で、少なくとも恋さんについては、兄さんはもちろん私にだって一部の責任がないとは言えない。そう言ってはなんだけれども、私は自分の潔白は知る人は知っていてくれると信じているので、あのくらいな記事でそんなにひどく傷つけられる自分であるとは思っていない。それより今度のことが原因で恋さんがひがみ出して不良にでもなったらどうするか。兄さんのすることは万事理屈詰めで常備がない。第一これほどのことを最も利害関係の深い私に一言の相談もせずに実行するとは戦後すぎる。というのであったが、妙子は妙子で、兄さんがキアンちゃんのために証を立ててあげるのは当たり前だけれども、私の名を出さないでも済ませる方法もあったろうではないか。相手は小新聞なのだから何とか手を回せば伏せてしまうことができたろうものを、兄さんはそういう場合にお金を惜しむからいけないと、これはその自分から言うことがませていた。達夫はこの新聞の事件の時、世間に合わす顔がないと言って辞職願いを出したほどであった。もっともその方はそれには及ばぬということで無事に済んだが、由紀子が受けた災難の方は何としても償いようがなかった。たまたま幾人かの人は正誤の記事に気がついて彼女の冤罪を知ったでもあろうが、
彼女は潔白であったにしても、そういう妹娘のある事実が知れ渡ったことは、姉娘をその自負心にもかかわらず、いよいよ縁遠くする原因になったのだ。ただ、ユキコ自身は、内心はとにかく、表面は、それくらいなことで傷つきはしないという建前でいたので、そんな事件のために、妙子と感情が相互する結果にはならず、かえって義兄に対して妙子をかばうというふうであった。そしてこの二人は、上本町九丁目の本家から阪急芦屋川の分家、幸子の家の方へ、前からも始終、一人が帰れば一人が来るというふうにして、代わるがある泊まりに来ていたが、この事件をきっかけにしてだんだん頻繁になり、二人が一緒にやってきて半月も泊まり続けることがあるようになった。それというのが、幸子の夫の貞之助は経理士をしていて、毎日大阪の事務所へ通い、他に養父から分けてもらった多少の資産で補いをつけつつ暮らしているのであったが、厳格一方の本家の兄と違って商代出に似合わず文学趣味があり、和歌などを作るというふうであったし、本家の兄のような監督権を持たなかったし、いろいろの点で由紀子たちにはそう怖くない人なのであった。ただあまり由紀子たちの滞在が長くなると本家へ気兼ねして、いっぺん帰ってもろたら幸子に注意することはあったが、幸子は毎度、そのことなら姉ちゃんが了解していてくれるから心配しやらへんでもよい。今では本家も子供が増えて家が手狭になったことだし、時々妹たちが留守にした方が姉ちゃんも息抜きができるであろう。まあ当分は当人たちの好きなようにさせておいても別条がないと言いにして、いつかそういう状態が普通になっていたのであった。そんな具合にして数年経つうちに、由紀子の身の上には格別の変化も起こらなかったが、妙子の境遇に思いがけない発展があったので、結局においてそれが由紀子の運命にもある関わりを持つに至った。というのは、妙子は女学校時代から人形を作るのが上手で、暇があるとよく小切れを切り刻んでいたずらしていたものであったが、だんだん技術が進歩して百貨店の陳列棚へ作品が出るようになった。彼女の作るのはフランス人形風のもの、純日本式の歌舞伎趣味のもの、その他様々で、どれにも他人の追随を許さない独創の才がひらめいていたが、それは一面、映画、演劇、美術、文学等にわたる彼女の日頃のたしなみを語るものでもあった。とにかく彼女の手から生まれる可憐な小芸術品は次第に愛好者を呼び集め、去年は幸子の肝入りで、心斎橋筋のある画廊を借りて個展を開いたほどであった。彼女は最初、本家は子供が大勢で騒々しいので幸子の家へ来て作っていたが、そうなるともっと完全な仕事部屋が欲しくなって、幸子のところから30分もかからずに行ける同じ電車の沿線の宿川の小棟アパートの一室を借りた。本家の兄は、妙子が職業婦人めいてくることには不賛成であったし、ことに部屋借りをするのはどうかと思ったのだけれども、この時も幸子が口を聞いてやって、過去にちょっとした汚点を持つ妙子は由紀子以上に縁遠いわけであるから、何か一つ仕事をあてがっておく方が良いかもしれない。部屋借りといっても仕事をしに行くだけで寝泊まりをするのではない。幸い友達の未亡人が経営しているアパートがあるから、よく頼み込んでそこを借りることにしたらどうであろう。そこなら近いところだから自分も時々様子を見に行くことができる。
というようなことを言って、やや自己承諾的に運んでしまったのであった。元来が陽気な性質の妙子は、由紀子とは反対に稽古や冗談などを飛ばすといった風であったのが、事件を引き起こした当座は陰鬱になってしまい、変に考え込んでばかりいたが、そういう新しい世界の開けたのが救いになって、近頃は以前の朗らかさを取り返しつつあったので、その点では幸子の見通しが当たったわけであった。が本家からは月々の小遣いをもらっていい、その他にまた作品が相当な値で売れるところから、自然金回りが良くなって、時々びっくりするようなハンドバッグを下げていたり、舶来品らしい素敵な靴を履いていたりした。これには上の姉や幸子が心配して貯金を勧めたことがあったが、言われるまでもなく貯める方も助裁なく貯めていて、ちゃんと郵便貯金の通帳を上の姉には内緒だと言って幸子にだけ出してみせ、なかあんちゃん、お小遣いないなら貸してあげるはと言ったのには、さすがの幸子も開いた口が塞がらなかった。とある時幸子は、お宅の恋さんが奥畑の警分と宿場の土手を歩いてあったのを見たと言って、注意してくれた人があったのでハッとした。実はこの間妙子のポケットからハンカチと一緒にライターが転げ出したのを見て、妙子が隠れてタバコを吸うことは心づいていたが、25、6にもなってそのくらいなことは仕方がなかろうかと思っていた矢先だったので、当人も呼んで聞いてみると本当だという答えであった。そしてだんだん正していくと、あれきりけいちゃんとは音信不通になっていたのだが、先日人形の個展を開いた時に見に来て一番の大作を買ってくれたりしたことからまた付き合うようになった。でももちろん清い交際をしているのだし、それもほんのたまにしか会わない。自分も昔と違って大人になっているから、その点は信用してもらいたいというのであった。しかし幸子はそうなってくるとアパートに部屋を持たせておくことはちょっと不安で、本家に対しても責任があるように感じた。一体妙子の仕事というものが気分本位のものであり、そこへ持ってきて一発当人は芸術家気取りでいるので、制作といっても毎日詰めて規則的にするのではなく、幾日も続けて休むこともあり、気がつくと徹夜で仕事して翌朝晴れぼったい顔をして帰ってくることもあり、寝泊まりさせないはずだったのがだんだんそうもいかなくなっていた。それに上本町の本家と芦屋の分家と宿川のアパートとで、そういちいち妙子が何時にあちらを出たから何時にはこちらへ着くはずだというふうに連絡を取っていなかったことなどを考えると、幸子は少し自分がぼんやりすぎたかしらんという気がして、ある日妙子の留守を伺ってアパートへ行き、友達の女主人に会っていろいろそれとなく聞いてみたりしたが、女主人というのには恋さんも近頃は偉くなって製作法を習いに来る弟子が 2,3 人もできたけれども、それは奥様やお嬢様たちで、男の人といっては箱の職人が時々注文を取りに来たり品物を納めに来たりするくらいに過ぎない。仕事はやり始めたら凝る方で、午前3時4時になることも珍しくないが、そんな時には泊まる設備もないことだから、一服しながら夜の明けるのを待って一番電車で芦屋へ帰っていくという話で、時間の点なども辻褄が合っていた。部屋はこの間まで6畳の日本間だったのが最近広い方へ変わったというので、行ってみると洋間に一段高くなった4畳半の日本間のついた部屋で、参考書、雑誌、ミシン台、切れ字、その他の所蔵料、
未完成の作品等々でいっぱいになっていい。壁に数々の写真がピンで留めてあるなど、芸術家の工房らしく雑然としてはいるけれども、さすがに若い女の仕事場らしい色彩の華やかさも感じられ、掃除もよく行き届いていてきちんと整理してあり、灰皿の底にも吸い殻一つ溜まっていないという風で、そのあたりの引き出し、上差しなどを調べてみても、何らいぶかしく思われる節もなかった。幸子は実は何か証拠のようなものを発見するのではあるまいかと思って、それが怖さに出かけてくるときは気が進まなかったのが、これなら来てみてよかったと心からほっとして、反動的に前よりもなお妙子を信じてしまったが、そのまま1、2ヶ月過ぎて、もうそのことが忘れられた自分。ある日、妙子が宿川へ行っている留守に奥畑がひょっこり訪ねてきて、奥様にお目にかかりたいと言い入れた。船場時代にはお互いの家が近いところにあった関係から、幸子もまんざら知らない顔ではなかったので、とにかく面会してみると、突然で失礼だとは思ったけれども、折り入ってご了解を願いたいことがありましてという前置きの後で、先年自分たちの取った手段は過激であったとは思うが、決して一時の浮気心から出た行為ではなかったこと、あの時自分は引き離されてしまったが、自分は恋さんとの間に父兄の了解を得られるまで何年でも待とうという固い約束をしたのであること、自分の方の父兄は最初は恋さんを不良か何かのように誤解していたが、芸術的才能のある真面目なお嬢さんであることを知り、また自分たちの恋愛が健全なものであることをも知ってきたので、今日では結婚に反対ではないらしいことなどを語り、それで恋さんから伺ったところでは、こちらはまだ由紀子姉さんのご縁が決まらないそうであるが、それがお決まりになってからなら私たちの結婚も許していただけると思うということなので、恋さんとも相談の上で僕がお願いに出たのである。自分たちは決して急ぎはしない、適当な時期が来るまで待つが、ただ自分たちがそういう約束をした間柄であることをこちらの姉さんだけは分かっていていただきたい、そして自分たちを信用していていただきたい。なおまたいつの日にか本家の兄さんや姉さんたちの方を叱るべく取りなして自分たちの希望を遂げさせてくださるならさらにありがたい。こちらの姉さんは一番理解がおありになり、恋さんの同乗者であられると伺っていたので、こんな勝手なお願いをするのだけれどもと言うのであった。幸子は一応伺ってだけおきますというふうな挨拶をして、承知したともしないとも言わずに返したが、奥畑が話した程度のことならまるっきり想像していないでもなかったので、そんなに意外には感じなかった。正直のところ、一度新聞にまで歌われてしまった間柄である以上、二人を一緒にさせるのが最良の道であることは分かっていたし、本家の兄や姉たちも結局は同じ考えに落ち着くことと思っていたのであるが、ただ由紀子の心理に及ぼす影響をおもんばかって、できればその問題は先へ伸ばしておきたかったのであった。でその日奥畑を送り出した後で、所在ない時にはそうするのが癖の一人応接間のピアノに向かってあれかこれかと譜本を引っ張り出しながら弾いているところへ、頃合いを図って宿川から戻ったのであろう。妙子が何気ない顔をして入ってきたのを見ると、幸子はちょっと手を休めて、恋さんと言った。今奥畑の警部が帰っていかはった。そうか、
あんたたちのこと私には分かってるけど、今のところ何も言わんと任しといてな。うん、今持ち出したらゆっこちゃんがかわいそうやってにな。うん、分かってるやろ、こいさん。太子は間が悪いらしく、強いて無感覚な表情をして、うん、うんとばかり言っていた。第四章。はじめ幸子は、太子と奥畑との最近のいきさつを、ゆき子にも誰にも話さずにいたが、ある日また二人が散歩して、宿川から高炉園へ行く途中、阪神国道を横切ろうとすると、通りかかった暗黒バスから、ゆき子が降りてきて、運悪く出会ってしまったということを、ゆき子は黙っていたけれども、そのことがあって半月も過ぎた自分に、太子から聞いた。で、そうなってから、言わずにいて太子が変に誤解されるようなことがあってもと思ったので、この間、奥畑の訪問を受けて以来のことわけを語り、ゆき子ちゃんの縁が決まってからでよいので、急ぐことではないけれども、いずれあの二人は一緒にさせなければならないであろう。その時になったら本家の了解を得るために、ゆき子ちゃんにも一骨折ってもらわなければ。というように話して、ゆき子の顔に現れる反応を伺ったが、ゆき子は別段のこともなく、物静かに聞いてしまってから、順序が違うというだけの理由で伸ばすのなら、そんな気兼ねもせず、先に二人を一緒にしたらよいと思う。私は後になったところで打撃を受けもせず、希望も捨てはしない。自分は自分で幸福な日が巡ってくるような予感があるから。と、それが皮肉でも負け惜しみでもなく取れるように言った。しかし当人はどう思っているにしても、姉妹の順で行かなければならないことだし、妙子の方はもう決まっているようなものだとすると、なおさら幸子の縁談を急ぐ必要があった。が、ざっと以上のような事情が彼女の婚期を遅らせた原因になったほかに、もう一つ幸子を幸せにしたのは、彼女が羊年の生まれであることである。一般に日の上馬をこそ嫌うけれども、羊年の生まれを厭う迷信は関東あたりにはないことなので、東京の人たちは奇異に感じるであろうが、関西では羊年の女は運が悪い、縁遠いなどと言い、ことに町人の女房には産んだ方が良いとされているらしく、羊年の女は角に立つなということわざまであって、町人の多い大阪では昔から厭う風があるので、本人、ゆき子ちゃんの縁遠いのもそのせいかもしれない、などと本家の姉は言い言いした。それやこれやで、だんだん兄や姉たちも、そう難しい条件を出しては無理だということが分かってき、こちらは初婚なのだから先方も同様でなければと言っていたのが、二度目の人でも子供さえなければと言い出し、ついで子供も二人までならと言い出し、年も二番目の義兄貞之助より一つや二つ上であっても、外見が老けてさえいなければというところまで折れてくるようになった。ゆき子は義兄たちや姉たちの意見が一致したときなら、どこへでも言われるままに縁づくと言っていい。それらの条件にも不服を唱えはしなかったけれども、ただ子供がある場合には、なるだけその子供が可愛い顔立ちの女の子であってほしい。そうすれば自分が本当に可愛がることができるような気がするから、と言い、四十何歳という年の人を、夫に持つのだとすれば、もうその人の立身の限度もおおよそ見えていて、先々収入が増えるあても少ないことだし、こちらが未亡人になる可能性も多いことだから、大した財産はいらないにしても、
老後の生活を保障するだけの用意のあることが望ましいと言っていたが、この後の注文は本家や分家の者たちも至極もっともなこととして条件の一つに加えていた。伊丹の話はそういうところへ持ち込まれたわけなので、大体においてこちらの注文とあまりかけ離れてはいなかった。財産がないということだけが条件に外れているけれども、その代わり四十一というので貞之助より一つ二つ若く、したがってまだ将来がないという年ではない。姉の夫より年上でもとは言ったようなものの、もちろんそうでなくて済めばその方が体裁がよく、それに越したことはないのである。そして何よりかより一番良いことは相手が初婚であるという一時で、これはあるいは望めないことではないのかと諦めかけていただけに、最もこちらの職種が動く点であり、この先そういう口はめったに見つかりそうもなく思えた。要するに他に少しぐらい不満足なところがあっても、初婚の一時はそれらのすべてを補って余りあるものであった。それからその人が俸給生活者であるとはいうものの、フランス仕込みで彼の地の美術文学にも多少通じているらしいことは、おそらくユキコに気に入るであろうと幸子には思えた。というのは知らない人は誰もユキコを純日本趣味のお嬢様とばかり取りがちだけれども、それは服装や体つきや言語動作から受ける表面の感じで、あれで実際は必ずしもそうでなく、現に今もフランス語の稽古をしているし、音楽などは日本物より西洋物の方により理解があるというふうなのである。幸子は内々 MB 工業会社に手鶴を求めて、その姓は瀬越という人の評判などを問い合わせてみ、他へも手を回して調べてみたが、どの方面で聞いても人格について悪く言う人は一人もないので、まあこの辺りがいい縁かもしれない。いずれ本家とも相談をしてと思っていると、今から一週間ほど前、突然伊丹が芦屋の家へタクシーを乗りつけて、先日の話はお考えくださったでしょうかという催促とともに先方の写真を持ってきた。例の伊丹の畳みかけるような話ぶりなので、こちらはこれから本家と相談をするところでとはいかにも悠長らしくて言い出せず、大変結構なご縁だと思ってただいま先方様のことを本家の方で調べているところですから、あと一週間も経ちましたらご挨拶に出られるつもりですとついそう言ってしまうと、こういう話は早いに限りますから、その気が終わりになるのでしたらできるだけお急ぎになった方がよくはないでしょうか。瀬越さんの方は毎日電話でまだかまだかと矢の催促で、とにかく僕の写真もお目にかけてついでに様子を伺ってきてくださいと言われましたので、ちょっとお立ち寄りしたのです。では一週間後にきっとご返事をと、5分ばかりの間にこれだけのことを手短にしゃべって、またしておいたタクシーに飛び乗ってすぐまた帰っていってしまった。幸子は万事髪型式に気が長い方なので、仮にも女の一生の大事をそう事務的に運ぼうというのは乱暴なと思いもしたけれども、伊丹に尻を叩かれた形になって、行動の遅い彼女にしては珍しく、あくる日上本町へ出かけて行って姉にあらましの話をし、返事をせかされている事情などを打ち明けて言ってみたが、姉はまた幸子に輪をかけた気の長さなので、そういうことにはひとしお慎重で悪くない話とは思うけれども、一応夫にも相談してみて
よければ更新所に頼んで調べてもらい、その上でその人の郷里へも人をやってなどと、なかなか暇がかかりそうなことを言うのであった。で、本家がああいうからには、とても一週間やそこらでは拉致が開くまい。早くても一月はかかると見たので、何とかしてその間を引っ張っておくつもりでいると、ちょうど約束の一週間が切れた昨日、またタキシーが家の前で止まったので、はっと思うと案の定イダニが入ってきた。こちらが慌てて昨日また本家の方をせかしてみましたところ、大体異存がないらしいのですけれども、まだ調べの行き届かない点があるから、もう4、5日待っていただきたいように言っていますのでと、言い訳しかけるのを皆まで聞かずに、大体異存がないのでしたら細かい調べは後にして、とにかく本人さん同士会ってご覧になったらいかがでしょうか。見合いというような形式ばったことでなく、私が両方を晩のご飯にお招きするということにしますから、ご本家の方たちはおいでくださらないでも、こちらのご夫婦がお付き添いくだされば結構です。先方は非常にそれを望んでおられるのですが、とのっぴきならぬように言った。イダニにしてみれば、この姉妹たちは少し思い上がりすぎている。人が熱心に奔走してやっているのに、いつまで悠長なことを言っていてどうする気だろう。そんな風だから今期に遅れてしまうのではないか、ちと目が覚めるようにしてやらなければという腹があるので、なおさらおっかぶせるように言うのであったが、幸子にもうすうすその気持ちがわからなくはないので、ではいつというと、急なお話のようですけれども、明日の日曜にしていただけると瀬越さんも私も大変都合が良いのですが、という明日は先約がありまして、というと、では明後日とすぐ畳みかけてくるので、それなら大概明後日ということにしておいて、しかとしたところは明日の昼ごろ電話でお返事申しますから、とそう言って帰ってもらった昨日の今日のことなのである。なあ小石さん、と幸子は引っ掛けてみた衣装が気に入らないので、長襦袢の上をパッと脱ぎ捨てて別な多頭を解きかけていたが、ひとしきり止んでいたピアノの音が再び開花から聞こえてきたのに心づくと、また思い出したように言った。実はそのことで何してるねん。そのことって何のこと。今出かける前に伊谷さんになんとか電話で言うとかんなら。なんで。あの人昨日またやってきやはって、今日にも見合いさせてほしい言わはるねんが。あの人いつもそんなやで。正式の見合いと違うて一緒にご飯食べるだけやさかい、そんなに堅苦しゅう考えんとぜひ承知してほしい言わはって、明日は都合悪い言うたら、そんなら明後日はいかがです言わはるよってに、どうもいやいや言うこと言われへんねん。本家はどない言うてるの。姉ちゃんが電話に出てきて、行くのやったらあんたらがついていきなさい、私らがついていったら後で引っ込みがつかんことになるさかいに言うねん。伊谷さんもそれでええとは言うてはるねんけど、キアちゃんはさあそれやがな。いやいや言うのか。いやとは言うてへんけど、まあ昨日来て今日明日のうちに見合いしょって、そない軽々しゅう扱われとうない言うのが本当のところやないやろか。なんせはっきり言うてくれへんさかい分からへんねんけど、もうちょっとその人のこと調べてからでもええやないか言うて、なんぼ進めても行こう言うこと言うてくれへんねん。そんなら伊丹さんにどない言うの。どないよ。なんとかちゃんとした理由言わなんだら、どこまでも追及されるに決まってあるし、今度のことはどうなるにしてもあの人を怒らせてしもて、この先世話してもらえんようになったら何やし。なあ小石さん、今日は明日でのうても 4、5日うちに行ってくれるように、いっぺん小石さんからも言うてみてえな。
言うてみることは見るけれど、キヨンちゃんそない言い出したらあかんやろ思うわ。いやそうやないて、今度のんはあんまり急なこと言われたのが気に入らんのんで、お腹の中はまんざら嫌やないらしいね。あんじょう言うたら承知するやろと私は見てる。襖が開いてユキコが廊下から入ってきたので、ひょっと聞かれたかもしれないと思いながら、幸子はそれきり口をつぐんだ。第5章。中んちゃんその帯締めていくの？と姉の後ろで妙子が帯を結んでやっているのを見ると、ユキコは言った。その帯あれいつやったか、この前ピアノの会の時にも締めていったやろ。うん、締めていった。あの時隣に腰掛けてたら、中んちゃんが息するとその袋帯がお腹のところでキューキュー言うてなるねんが、そうやったかしらん。それがかすかな音やねんけど、キューキュー言うて息するたんびに耳について難儀したことがあるねんわ。そんでその帯音楽会にはあかん思たわ。そんならどれにしよう。そう言うとまたタンスの開きを開けて、いくつかの打倒紙を引き出しては、そこらへんへいっぱいに並べて解き始めたが、これにしなさいと妙子が関税光の模様のを選び出した。それ似合うやろか。これでこれで、もうこれにしとき。ユキコと妙子とは先に着付けを終わっていて、幸子だけが遅れているので、妙子は子供をすかすように言いながら、またその帯を持って姉の後ろへ回ったが、ようやく着付けができたところで、幸子はもう一度鏡の前に座ったかと思うと、あかんと頓狂な声を出した。この帯もあかん。なんでやねん。なんでってよう聞いててごらん。ほらこれかてキューキュー言うてるがな。そう言って幸子はわざと呼吸をして、帯のお腹に当たるところを鳴らしてみせた。本に言うてるわ。そんならあのつゆしばのんはどうやろか。ちょっとあの帯探してみて。小石さん。三人のうちで一人様相をしている妙子は、身軽にあちらこちらとそこらに散らばった打倒紙の中身を調べてみて、それを見つけるとまた姉の後ろへ回った。幸子は結ばれたお太鼓の上を片手で押さえて、立ったまま2、3度息をしてみて、今度はええらしいと口にくわえていた帯締めを取って中へ通したが、そうしてきちんと締めてしまうと、またその帯もキューキュー言い出した。なんでやろう、これもや本にな。幸子のお腹のあたりが鳴るたびに、三人がひっくり返って笑った。袋帯をやめにせなあかん。袋帯言うもんがあかんねんわ。と、ゆき子が言った。いや、袋帯のせいやあれへん。実質のせいやわ。そうかて、近頃の袋帯はみんなその実質のもんばかりやないか。その実質で、それが袋になってるよってに、なおのことキューキュー言うねんが。わかった、なかんちゃんわかったと妙子がまた別な帯を引っ張り出した。これしてごらん、これやったら音せえへんやろ思うわ。それかて袋帯やないか。まあうちの言う通りにしてみなさい。どういうわけでなるかいうことがわかったよってに。もう1時過ぎやわ。早寄せなんだら済んでしまう。今日みたいな会は正味演奏する時間ほんちょっとしかあれへんで。そうかてゆっこちゃん自分が帯のこと言い出したんやないか。そんでもせっかく聞きに行くのに、あんな音が耳についたらどうにもならへんもん。はあせわしい。解いたり閉めたり何べんもせんなら汗かいてしもたわ。アホらしい。うちの方がしんどいがな。と妙子が
後ろで膝をついてぎゅっと締め上げながら言った。注射はこちらでなさいますか？とおはるがボンの上に消毒した注射器、ベタキシンの箱、アルコールの瓶、脱脂綿入れ、絆創膏などなどを乗せて入ってきた。ゆっこちゃん頼む、注射注射。そう言って幸子は、あ、それからな、と出て行くおはるの背中に浴びせた。自動車言うといてんか、もう10分したら来るように。ゆき子は毎度のことなので慣れた手つきでベタキシンのアンプールをヤスリで切って液を注射器に吸い上げると、まだ鏡の前に立ってお太鼓に醤油揚げを入れさせている幸子の左の腕を捉えて肩のあたりまでまくり上げた。そしてアルコールをしました脱脂綿で二の腕をゴシゴシこすってから器用に注射の針を入れた。あ、痛い。今日はちょっと痛いかもしれん。時間ないよってに、そらゆっくりしてられへん。一瞬間、ビタミン B の強い匂いが部屋中に満ちた。ゆき子が絆創膏を貼った上からピタピタ叩いて肉を揉んでやっていると、こっちも済んだで、と妙子が言った。この帯やったら帯締めどれにしよう。それでええやないか、はよはよ。そないせからしゅう言わんといて。せかされたらなおのことカーッとしてもて、何もかもわからんようになるがな。そんでどうや、なかんちゃん、息してごらん。うん、ほんに。妙子に言われて、幸子はしきりに息をしてみながら。ほんに、これやったらどないもあらへん。なんでやねん、恋さん。帯が新しいよってにきゅうきゅう言うねんが、この帯やったら古うなって字がくたびれてるによって落とせえへんねん。ほんにな、そのせいやってんな。少し頭を働かしなさいや。五両さんに電話でございます、伊谷さんから。あ、えらいこっちゃ、電話かけるの忘れてしもてん。ほれ、もう自動車来たらしいわ。どうしようどうしよう、と幸子は鼻を鳴らしたが、ゆき子はまるで人ごとのように澄まし込んでいた。なあ、ゆっこちゃん、どない言うとこ。どないなと言うといて。そうかて、あの人安城岩なんだら承知しやらへんねん。そこのとこええように頼むわ。そんならとにかく明日のとこだけ見合わせてもろとくわな。うん、ええやろ、それで。うん、立っている幸子には座って下を向いているゆき子の表情をどうにも読み取りようがなかった。第6章。めっちゃん、そんなら行ってきます。ゆき子は弟子なに妖魔をのぞいて小女のお花を相手にままごとの道具を並べている悦子に言った。谷崎潤一郎作、ささめ雪、朗読その第5回、第6章途中まで。